はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ2リベンジオブザセブンリマスター版ですね、続きをやっていきます。現在皇帝はジェラールで、運河要塞イベントを進めていきたいので、今回はキャットのイベントからやっていこうと思うんですけれども、まあ、とりあえずちょっと都市開発見てみよう、せっかく来たんだから。鍛冶屋レベル1って書いてあるな。レベル解放条件、勢力化4、レベルあるんだ。で、魔法研究所は、あ、これは皇帝の術レベルか、20分の16。え、ってことは皇帝もいろんな術使わせた方がいいんじゃない？ 3 種類くらい使うか。そうすると相反する術は覚えられないはずだからね。なるほどね。じゃあなんかすげえ一気に集中してなんか強い武器は育てらんないっていう感じか。結局勢力地域増やさないとレベル上がんないからね。なるほどなるほど、退位はしないで。じゃあキャットのイベントを進めるので、イベントのマークに沿って寝に行きましょう。こっちか。泥棒が現れるのは夜中、夜まで休みましょう。ベッドで休む。というわけで夜になったので、夜の街で情報を集める。これはもう外出ちゃっていいかな。現在ファストトラベルは使用できません。あ、マジか。じゃあ走っていくか。夜中を一人走り回る工程。てかダッシュなんか押してやんのめんどくさいな。ボタン配置変えようかな。配置というかダッシュの方法。普通に宮殿の鍵は開いてんな。っていうか兵士門番、お前大変だな、夜勤か今日は。頑張れ。もうずっと突っ立ってんのか。お前の給料いくらだ？夜勤手当も出さないとね。うちの国庫は今42万しかない。お前の給料を賄ってやれるかは。すまん、出せないかもしれん。で、町の人なんか普通にあれだな、イベントマークついてるな。ここから町を眺めていたら屋根を登る、ん？屋根の上を渡る人影を見た。最近噂の泥棒でしょうか。しかしどうやって屋根の上に登ったのでしょう。暖炉から煙突を通って。そんなわけないですよね。もうめっちゃ親切じゃん。この人も話せる。あのお屋敷の方が騒がしい。何かあったのかしら。どのお屋敷で、まだもう一人いるんで、ちょっと話そう。今あの屋根の上を誰かが通ったような。一体どうやって登ったんだ。あれ、ベアがいる。お前何しとんねん普通に。で、まあ、武器屋の暖炉から登ってたんで、ちょっと行きますか。行けるね。ん？どういう感じ。あ、宝箱がある。回収しよう。傷薬もめっちゃ使うからな。あるに越したことはない。ただ今回復量100だからね、傷薬。あれ、ここにもある。ん？どこだ。なんか屋根飛び移って言ってたけど、こんなところは無理だよね。だっていけないし、ジャンプとかもそういう世界じゃない。無理無理無理、こんなジャンプで向こうまで飛び移れないよ。あ、なんか普通にマークあったわ、イベントマーク。よっ、ここか。いる。よっ、こんな声出してんの気づかれないんだけど。よっ、集中しすぎだろキャットちゃん。これで気づいてないのは結構致命的だぞ。かわいい。こんなところに。バイバイ。なんか怖
怖っ、幽霊みてえだな。なんか怖くなかった。人影を追う。で、ああ、もう回収されてる。お金取れない、しょうがないか。で、いるな、襲われてんな。てかモンスターに侵入されてんじゃん、夜中に。何よこいつら、あっち行きなさいよ。はは、ざまあみろ。これはまあ普通に助けましょう。え、戦闘になる。まあそうだよな、街に来たモンスターは退治しなければ。ってなると、それでライトボールでも打っとく。てか一人やん。でこれセルフバーニングありじゃね、一人だから。はい、セルフバー強っ。これセルフバーニングいいな、こんなところで役立つわ。よし、先に進もう。これが皇帝の戦い方だ。助けてくれたの。お人よしね、皇帝さん。でも借りができちゃったわね。私に用があるときは酒場の親父に子猫のことを聞いてみるといいわ。おやすみ皇帝さん。というわけで酒場で子猫について聞くと、それはもう出よう。あれ、ちょっと待って、鍛冶屋って今どういう状況だっけ。開発状況、リコッタちゃんに聞けばいいのかな。新しい装備の開発に日夜努力しております。リコッタちゃんじゃねえや、フロスティだ。リコッタはなんだっけ。全部開発中だな、まだ。新しい装備のまたお待ちしております。いや、もう結構手当たり次第開発してるけど、どうなんだ。でもね、例えば体験だけ一気に開発みたいなのが多分できないからね。金だな、そうすると必要なのは。じゃあもうこのまま普通に酒場まで走っていくか。酒場のおじさんに声をかけよう。てか酒場若い、若返ってる。おじさんじゃなかったっけ。で、子猫は元気。なぜ子猫のことを。墓地へ行って墓守に聞いてください。墓守に話を聞くと、で、墓地はこっちからか。墓地の方全然見てないかんな。ちょこっとここら辺だけ行って、奥までは進んでないから、まあ、なんか起こってるかもしれないよね。こっちはいけない、移動。おお、普通に墓場だな。これがどうなるんだ。ガガガガガって動くのか。え、なにこれ。どっち。子猫について聞きたい。生きているうちから墓に入りてえとは物好きなこった。おれ、さっさと行きな。目当ての子猫はこの下だ。さあ入ろう。ちょ、怒ってったんだけど、階段じゃないの。珍しい客が来たな。俺はシティシーフのスパロー。皇帝陛下ともあろう方がこんなゴロツキどものたまり場に何の用だ。運河要塞に侵入して内情を探ってくれ。
皇帝陛下直々のご依頼とは恐れいるが、それは受けられねえな。俺たちの組織を壊滅するための罠ってことも考えられる。信用できねえな。ただし条件がある。地下墓地の入り口にタコみたいなモンスターが住み着いてな。そいつが邪魔で仕事にならねえ。倒してくれれば考えないでもね。お安い御用だ。へえ、そうかい。先生に会いに行こう。期待しているぜ。先生になるのかどうかすら分からんけどね。道場の先生。おや、新メンバーか。皇帝のこの姿見てそう思うのこいつ。モンスター手強いだろう。キャットちゃんは今この段階ではいないんだね。こいつアバロン麗しの。じゃあ行きますか。ちょっと待って、セーブだけしようか。なんかディープワン強かったら困るからな。アバロン下水道。よくよく考えれば下水道にこんなモンスターがうろついてんのめちゃくちゃ危険だよね。よく地上に出てこないよな。めっちゃいっぱいいたし。一応宮殿とかにはつながってるっちゃつながってるんだよね。下行ける？もう一気に。あ、行ける。行ってこう。先手を取るぞ。魚系ライトボールから使ってこう。私に任せて。ちょっとテレーズちゃんの相変わらず LP が不安だな。ここは私が。音が聞く？まあレジストかかるよね。じゃあそうだろう。こんな遅いな。もうなんか回避がすごいな。みんなこれでよし。立ち止まっている暇はありません。これが新しい力か。おお、ようやく月光。これはでかい。あそこになんか起こってか、こいつも気持ち悪いな。ジャンプして。ちょ、普通にこいつに向かったわ。アバロンの平和は私が守る。何ですか。行くわよ。デタラメも使っちゃおう。ここは私が。ウィンドカッターで。巻き打ちからなんか覚えるの。やった。私の番だな。ガファイアボール。何？ちょっと弓結構きらめ。こいつ強いってこと？巻き打ちも使おう。なんかもうひらめけるんだったらちょっとひらめきたいな。コンボ殴りは無理だろ。じゃあちょっと確率は薄いけど。あ、死んだ。ベアーもなんだかんだで前線に出てるから。二段切りも。ウィン。決まった。立ち止まっている暇はありません。やっぱ先手取れるのと取れないのって結構違うな。みんな陣形を組め。ライトボール。この2体はまあまあまあ楽だな。これで。そうすると本当プレアはさ、パリ要因ありだよな。よし。まあ効かないけど、ほんとこう。で、日本一から引けんのか。まあ弱いけど、証券使って。さあ、アイテム。小さな角。これなんか行って下水に入れなくなったらめんどくさそうだ。これ後ろ取れるか。取れない。後ろとか前とか分かんねえし。モンスターよ、構えて。一回デタラメだな。マジで弓強い。デタラメライトモールもまあ弱い時は。うーわ最悪。ちょっとこれベア集中攻撃だったら死ぬから帰ってこう。行くぞ。
モムシは倒しちゃう。もう術はちょっと管理できないからな、攻撃しかない。ファイヤーボールで減らして、やっぱ攻めの水だな。大丈夫ですか。日本打ち十文字切りも、そう考えるとなんか特性ついてるのか、十文字切りって。もしかアンデッドってわけじゃないから、慎重に行こう。よっしゃ、任せてくれ。あ、槍使ってない。よし、回復しよう。こいつちょっと、どうぞこれを。ありがとう、私の番だな。ほら、止めた。いいね、すげえ。さあ進もうか。てかあの敵強い。またなんか覚えた。これが新しい力か。あ、アビリティか。これめちゃでかいよね、全基礎プラス1。あれ、どっからどう行くんだこれ。こっち。何、なんか地図がだいぶ変わってんな。一回やっぱ上に上がったか。こっち多分アマロンに行っちゃいそうな気がするから、こっち側だな。これディープワンなんかすげえ倒せなさそうな気がするんだけど。全然宝箱だった。あ、金、金はねマジで重要なんですよ。あっち側ジャンプで行けってこと。よっとー、っギリギリだったな。足がギリギリ引っかかった。行くぞ。行くわよ。行くぞ。ここは私が。ウィンドカット決まった。あ、光ついてるわ。普通に光属性がついていた。十文字切りには私に任せろ。せい、狙った獲物は逃さないな。初見。まあ水も取っとこう。任せてくれて。槍も上げないと。いい戦いだった。だテレイツが両方突攻撃なんだよな。おお、なんか覚えてる。あ、そっかそっかそっか、オートパーリー。もうみんなこれで覚えるよね。帝国のためにウェイトパーチ、新しい力ね。かくらん、これからも帝国のために。バトル後 BB 確率でかい。これって何、どうなの、全員ってわけじゃない、そのあれだけ。全能力プラス1になってんのかなってないのか、どこで見るんだ。あ、あそこで見れるわ。腕力18、素早さ21、体力12。これがどう作用してるのか分かんないけど、黄色になってるからそうなんだろうな。え、オートパリーはマジでいいな。で、ウェイトパージ、クラン作戦。あ、そういうことね。キロ。先手を取るぞ。で、ライトウォール。これで決まった。で、ユーミン。こっちは弱かった。楽勝ね。技術点は60しかない。で、これダッシュしてジャンプとかなんかいいのかな。あ、なんかダッシュしてジャンプの方がいいな。え、どっちだマジでこれ。下も行けるから、あれ回収しよう。結構広いね。私としたことが。次の一手は。デッドラメ。いた。止めた。この調子で進もう。あそこにムカデ。いや、下水マジめちゃくちゃ広いんだけど。せや、魚気づかれた。手を取るぞ。で、ムカデ行くぞ。よし、
ウィンドカットで完全に倒そう。私に任せて。弱点我慢比べなら剣も弱点無駄です。任せてくれ。いいね。術ってガードしてくれんな。分かった。もう確実だそれ。強手扱いになってない。負けるわけにはいかないの。それはかなりいいな。もともと術師ってそんなね防御高いわけじゃないから、盾でガードしてくれるっていうのが分かれば盾の存在意義かなりでかくなる。普通のねノマサガツちょっと盾が使いづらかったんだよね。まあ防具で1枠使っちゃうし、両手は発動しないし、だったらまあ普通に防御に落ちた方がいいよねって。これで巻き打ち。私の番だ。ライトボール。殴るか。ちょっとダメージは期待できないけど。これ杖マジで杖。こいつのピコーンの可能性があるときはやっておきたいよな。にらみ来た。これ十文字みたいなことだね。ここは私も。決まった。水じゃ。立ち止まっている暇はありません。あ、できた。鋼鉄の剣とか。じゃあなんか取りに帰るのめっちゃありな気がするな。これ外に出んな。道順だけ確認してちょっと回収しに行こうかな。応戦する。でちょっとライトボール。やばい、狙わないで。止めた。ここは慎重に行こう。ファイアボール。いい。大変なんかちょっと強いの欲しいんだよな。どこだ、これどうなってる。こっち下に降りるってこと。あれなんかどこなんだ。まあまあこれ逆に出た角。よっ、はい、めっちゃ動き回ってるんだよ。生きがいいな。そしてここ、こいつは別にボスでもなんでもないから。先手必勝。オクトパス。ライトボール。ちょっと入ってきた。次の一手は。よかった。残着だな。ちょっと待って、十文字切りもったいない。あ、突着でもある。やりは私の番。弱点多くね。たまたまか。お互いこんなで殴る。止めた。さあ進もうか。でねじれた角を。うわ、狙われてる。こっちは宝箱がある。帝国の力をお見せしましょう。これで攻撃。じゃこっから何を覚えるんだ。さあいいぞ。私に任せて。日本打ちが比較確率あるか。コンボ。ファイヤーボール。槍は特に何にもないから、ちょっと槍も強い武器がないんじゃないか。高級傷薬。まあまあまあ、よし行くぞ。そんなパリーすげえ。オートパリーマジいいわ。痛いです。めっちゃくらい。これ一発くらいと本当減るよな。まあ、剣も剣でなんか覚える可能性があるから。これ強撃、あ、強撃だけか。攻撃とかもいけんのかなと思ったけど、ちょっとジェラールはもうマジ術主体だからね。
あそこに見えるな。え、マジで道がわからなさすぎるんだけど。これでジャンプか。ジャンプ。あーで行けたね。一回帰りたい気もするけど、まあまあまあ回復して倒せなかったらちょっと帰ろう。で今もう先生がどうこう言ってる状況じゃないからな。ボス強いし普通に。お願いします。俺は強くなるためにここへ来た。てか手下連れてんやん。やっぱりあれだな、ひらめき率があるな。巻き打ちの方がちょっと大きい気がしない。そんなことない。同じ。ほらで、まあ、ちょっと一回ライトボールと触手をあれだな、パリしたいな。やっぱりあ、日本一すごい。ちょっとこいつはちょっとパリだ。オッケー。123も回復するのかよ。月光で回復させるか。アリエス、うわ間違えた。私の番だ。槍は特になんもないか。ここは私の。で元気じゃなくて生命の水はペア。どうぞこれを。助かる。私に任せて。あ、ディープワン。これオクトパスにやっても変わらない。なんかひらめき率は変わんなそうだけど。はっちゃやった。これやっぱりなんか覚えたいよな。危険を犯して攻撃するか。あ、マラソンするかどうかって言われたらちょっとわかんない。なんかは覚えたいな。なんかは。せっかく先生なんだから。攻撃からなんか派生で。これこんだけ強いとでもさ、大丈夫ですか。やってればひらめきそうみたいな。気をつけて。日本一がもうだいぶいいひらめきっぽいんだけどな。で攻撃に切り替えよう。二段切りがあるな。うわっ、いや切る、やばい死ぬ。私に任せろ。ちょっと月光で自分の回復して200か。まあまあまあいいな。じゃあもうこれ3人攻撃だな。覚えた、ビーストスレイヤー。よし。で生命の水で、どうぞこれを。で2回攻撃だから私の番だな。耐えられれば OK。回復薬は2人で行こう。大丈夫ですか。すまない。あ、日本人も覚えたかな。あ、最悪こっちを回復薬にしてもいいな。もうなんか覚えるもんないから。まだ慣れる。ありがとう。回復力が若干少ないんだよねやっぱり。で2段切りから覚悟はできたか。ケンケン。よし、ベア。死ぬな、死ぬし、マジで死ぬ。気をつけて。ってことは、あ、影縫い、こいつまひるんだよ。回避されたけど。気をつけろ。いや、まひらせたい。そうだよ。あくまでもあれだけどね。どうぞこれを。オリジナル版の情報だけど。一回パリしよう。あ、死ぬ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 。あ、パリできなかった。これは、やっぱ二段切り。私の番だ。で強撃。あ、そうか、テレーザ影の打ちたかったんだ。あと連携のこと忘れてた。大丈夫ですか。ありがとう。パリな。あ、スターした。スターは眠り。任せてくれ。ちょっと一回傷薬で、いや155大丈夫かな。連携よりはちょっとやっぱりね、先生だから技を覚えたいけど。ここは私。どうぞこれを。助かる。私に任せろ。ジェラール、ひらめけよ。狙った獲物は逃さないわ。影の湯、影の湯、どうだ。回避。ダメか、ダメになってるか。
くれ。ゲッ300。それなりの回数な。そしてあ、もうない。 BP がない。気をつけろ。よし、みじん切り。きた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 。何回？5回くらい。大丈夫ですか？ありがとう。みじん切りはマジででかい。で、影ね、どうだ？なんかダメになってる？マジで面白い。コンボは効かなそうだからな。あ、死んだ。テレス倒すしかないもん。結構いこう。しっかりしろ。助かる。私の番だ。うわー、もうないよ、巻き打ち。ここで覚えなかったら無理だ。どうぞこれを蘇らせよう。私の番だ。十文字入れとき攻める。もうこんな。てかそもそもだよね、そもそももう倒しにかからないと。微塵攻撃、ガスロを開く。いいね。私に任せて。カゲヌイ本当に1回でもいいから聞いてほしい。あ、もう聞かないわ。ウィンドカッターはどうなの？回復、あ、でもやっぱ回復させないとな。大丈夫ですか？ベアはちょっともうパリ要因だな。また楽しみか。撃てこいつ。よし、パリ。ここはかなりでかい。槍をちょっと無理だろうな。一応弱点73。気をつけて。攻撃に走ろう。で、こいつ回復もしたいから混乱とかするのだって動きがない。一応炎弱点、弱点ついてゲージ溜めよう。ゲージ溜め今重要なのは。最悪ちょっとエアスピンかけとこう。テレビ死ぬ恐れがあるから。かかってくる気か。面白い。十字。こいつはもうどんどんビビッと。そんな、そんな。お、いいね、オートバディ最高だわ。で、ちょっとこっちで回復せよ。テレって100くらいは回復するからね。で、ファイアボールからのウィークでオーバードライブゲージを貯める。ウィンドカッターは、あ、ウィークだね。よし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 。注文中。まあまあまあ、しょうがないっちゃしょうがない。まだ枯れる。ありがとう。動き。で、ファイアボール。よし、バディ。最高だ、ベア。お前は。バディ。マジでいい。狙った獲物は逃さない。これ攻撃に入れんな。ビーストスレイヤー行くか、じゃあ。224。よし、溜まったっちゃ溜まったな。で、強撃ギリって何？まあ、いや、使おう。ほら！いや、強かった。強かったけど、まあまあまあ、技も覚えたからね。よしとしよう。あ、さらに覚えたなんか。太陽光線覚えた。やったぜ。これからも帝国のために。霧隠れ、まあ、使えるところでは使えるからな。いやー、よかった。実りある戦いではあった。やっぱりボスは強いね、全体的に。これ先はいけんの？これいけんだけど。え、どこまでいけんのこれ。おー、びっくりした。ちょっと待って待って、ちょっとビビりすぎたわ。ライトボール。あれ、なんか BP みんな回復してんだけど。なんか死ぬやつ。どうしよう。LP が3しかない。最悪テレスは先生に出すことになるかもしれない。クリティカル。ズーカオス。この調子で進もう。もう一匹いんのかよ。これ何なの？鹿墓地モンスターだ。応戦する。デタラメ。
いいぞ。ウィンドカットとかの多いかな。決まった。めっちゃ食らうわ。こっちだな。隠し隠し隠し。ここは慎重に行こう。あ、なんだ、ライトボールしかした。よし、立ち止まっている暇はありません。なんかある。ちょっと一回投げて、この隙を叩く。せっ、決まった。私に任せろ。うわ、強狙った獲物は逃さないな。私の番だな。今2連携しかできないけどさ、いつ3連携とか4連携とかできるようになるの。3連携4連携って聞いてるか。5連携できるようになったらさ、めちゃ強くない。だ、基本ダメージ2倍でしょ。だって逃げろ。あ、ある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 、回収しよう。うわ、めっちゃ追われてる。アバロンの平和は私が手に。まあ、あとは多分出るだけだから、ちょっとこいつら倒したら出れますわ。覚悟はできたか。パンチ。技が何も覚えてないよね。みじん切り5か。あ、でもなんかコスパ良さそうだな。十文字切りよりは弱い感じか。まあ、十文字切りは属性がついてるからね、それが強みなんだろう。ちょっと先に鍛冶屋に来たんで、鋼鉄の剣ができました。バトルハンマーできました。レピアできましたと。で、防護服もできました。次は何を開発しましょうか。で、武器はちょっと開発できるものがないんで、まあ金ちょっとあるからいけるもんいくか。鎧と盾からのヘルムも行こう。金使ったな。また40万くらいに戻ってしまった。頑張ってやります。またお待ちしております。これさ、服ってさ、普通に鎧枠やんけ。服別に装備できると思ってたら、そんなことなかった。ガーン、重々か。こいつら全身鎧装備してるかな。でもレザーアーマーよりは防護服の方が強いのか。指揮者のロブ62。いや、鎧って感じでもないからな。魔力下がるしね、普通に。これでいいや。じゃあ報告。厄介者は始末してくれたようだな。約束通り協力したいんだが、そんな危険な仕事を引き受けるやつがいない。私がやるわ。本気か、キャット。借りがあるのよ、皇帝さんに。運河要塞で待ってるわ。キャットと協力して運河要塞攻略。もう行きましょう、このまま。一応装備も、あ、でもどうだろうな。敵倒して開発状況だけ上げたい気がするけど、まあいいや。多少はいるだろう、運河要塞にも敵は。てか初めて入ったな、ここ。強行突破用の城壁がある。運河要塞に侵入する。ここはいるね。皇帝さん、陛下。ここでは話せません。ついてきてください。みんな早いんだよ。こいつは早くなかったか。なるほど、こっから行くんか。この枯れ色から要塞に潜入できます。中は迷路のように入り組んでいるので、目印を書いておきました。よくそんな暇あったな。あの時みたいに子猫を追ってくださいね。どうかご無事で。
フラグが折れないうちに行こう。出て入んな。普通に入れた。すごっ。爪。敵もどうだ、だいぶ減ってんのかな。オリジナル版だともうほぼほぼいなかったからね。運が良さに攻略する。宝箱を回収していこう。金なんて書いてあるこれ。あ、こっちか。こっちの方から普通に突破してくると来ると思うんだよね。こっちは敵いるよってことか。一応一旦、あー、いるね。なるほど。アイテムの位置も捕まってね。なんで捕まってんだこちら。食用か、ウサギ。読み方って分かんないけど、妖刀流行がねあるはずなんで、それは回収したいよな。本当にあんのかって言われたら変わってるかもしれないけど。やっぱ宝箱。あ、来た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 。てか強いの。体験をちょっとやっぱ変えたいんだよな。攻撃力12。あ、いいね、17だ。ありがたい、これマジでありがたい。で、どうだろうな。ちょっと一回セーブポイントまで行ってから探索をするか。広いな運河寄せ。やっぱりボス前には絶対あれがあるからね。あそこにもなんか落ちてるは落ちてるけど。あー、セーブポイントここか。あ、だいぶ楽だな。まあ、ちょっと稼ぎとか探索も兼ねてスターストーン。あ、からの宝箱。これ分かりづらくね。印象ついてたんだ。で、金剛石で、この先がボスなので、ちょっと探索します。見切った。え、ようやく見切り。日本一。分かったぞ。よし、切り落とし。よし、これで開発が終了したので、まあ、回収しに行くまでもなく、ちょっとボス行きますか。これ拾ってこう。あいつなんかわめてた。あ、見つかる。じゃあ回復して、では運河要塞のボス行きましょう。こんなところにいるんだ。あー、しっかり配下のモンスターもいるね。日の出の勢いだそうだが、それもここまでだな。クジンシは七英雄でもこぼろ。出てきた。我が主、ボクオン様こそ真の英雄よ。昇った日は必ず沈む。ボクオン様の片腕として、この要塞を預かる私が沈めてやる。モンスターよ、構えて。いやー、厄介そうだよな。リザードとパイロヒドラじゃなくてパイロレックスか。だったらパイロレックス先に倒した方がいいような気がしてけど、やっぱ覚えるのは結構あんな。連携どうなの。使っちゃおう。ビーストいけんじゃね。ビーストスレイヤーからの切り落としか。切り落としはスタンが入るはずだから、ちょっともう、あ、デタラメありだな。デタラメにしよう。デタラメ落とし、行きましょう。おー、いいね、ダメージでかい。強っ。で、ここもう行こう。ファイナルストライク。ちょっと待って、こいつ、これで3人入るか。もう使います、ファイナルストライク。いいっしょ、別にこんなほぐれそうなんていらんわ。いけ、ファイナルストライク。先手必勝はって思ったけどさ、思ったほど強くないんだけど。
なんかファイナルストライクもう倍強くていい気がするんだけどな。武器ぶっ壊れるっていう特性考えたら。ちょっとエアスクリーン貼っとこう、ペアに。これだ。ありがとう。そんな、まあ、パリはしてくれるけどな。うわマジで、あ返したよ。そうなんだよ、棍棒のひらめき率かなりあるな。でもちょっとパリだな、巻き打ちがいけんのか。でもね、切り落としのスタンは発動したらでかいからな。銃か、行こう。でかいしない。で日本一とかもありだけどな、影縫いは効かないかな。ちょっと耐性知りたいよな。バイカーが先に攻撃してくるのかってことは、ちょっと生命の水でベア回復しとこう。93、あこいつも生命めっちゃ回復するんや。でこっち証券のファイナルストライクがあるけど、それは別にって感じだからな。太陽光線銃使うんだよね結構。ライトボディ暗闇なんだかな、会社だけ見よう。あっちから見たと、これ強い、やっぱり死ぬ。ジャイムズ、うわ全然しない。いやもうめちゃでかいわ、めちゃでかいけどパリーだよ。ちょっともう2回復だな、2回ずつ回復。よし、え、なんか使ってくる。押しスタン、デッドリードライブうぜえ。月光はまあいいか、太陽光線でパイロレックス、いくつ当たる。200か。うーん、ちょっとジェイムズ全開させておきたい。大丈夫ですか、すまない。巻き爪終わる。てかここは用意に来ないな。どうぞこれを。からのちょっと持ってるしな、スタンしろ。しない。あでもセルフガーニング貼っとくのじゃあありか。炎向こうでしょ、あいつ炎入ってくるから、ちょっと貼っとこう。さあこっからデタラメで出しとこう。ガードされてんねパリー。パリーがあんまり、うわ機能してない、死んだ。マジですかい。ちょっと先にジェームズやって、インペリアルクロスの陣形効果を復活させるからの回復で。そうだよな、あいつがマジでパイロレックスが怖い。敵を攻撃するまで姿を隠す。いやこいつ、あ姿を隠すって狙われなくなっちゃう。パリーはしたいんだよな。ちょっとウィンドカッターでどんだけ減るか。199、まあまああいつは返すのはもうしょうがない。よしパング、パリーサラマンダック、オッケー、セルフバーニング、マジででかい。まあ反撃は入らなかったけど、サラマンダークローを無効にできたのはマジででかいぞ。貼っとこう、やっぱりセルフバーニング。よしパリー切り落とし、シスタンしろ、オッケー。切り落としを覚えられたのはめちゃくちゃでかいな。ってことはこれウォーターが効くんじゃね、効くね。ってことはマリでちょびちょびデタラメアで削る。だ弓あんまり通らないんだよな、デートリードライブ最悪だよこれ。よしスラバンダクローも。ってことはよ、証券とかやっちゃっていい気がするけど、どうなんだろうな。スタンが入るんだったら、あーちょっとこのターンは全然デタラメだな。そうだよ、ウィークが入らないとオーバードライブゲージがたまらないんだ。ちょっと順番見たときにだいぶ攻撃こっちできるから、で切り落としで、で月光で回復はさせておく。ありがとう。でハリー攻撃巻き耐性からの、もうちょっとこいつはウィークつけないからオーバードライブゲージをためらってないんだよな。で月光はもう大丈夫だから感電麻痺すんだったら太陽光線の方が切り落とし、これも倒せる。よしオッケー、倒せれば多分だいぶ楽になる。でリザードがどうなんだ、重さが。まあ1個ずつ1枚やってきたな。あれはほっとこう。
マリーを当てて、タイムコートもやっておく。光、私の番だ。切り落としが使えなくなった。いや、でももうだいぶ役立ったな。一応ちょっとやりたいきついとこ、弱点だ。で、オーバードライブはいけんな。ビーストガン、よし、これ使っちゃおう。おっ、強い、倒した。じゃあちょっとひらめき狙うのもありだよな。一回コンボで殴ってみよう。混合力、ガンガン強すぎ。なんだこの火力は。怪しい動き、気をつけて。これで頑張って。すまない、全体攻撃はちょっとないと信じたいからな。もう一回あいつが何度も攻撃を仕掛けようとしてきてる。地熱撃、やばい、しまった。あぶね、直線上狙われてたら終わってたな。しっかりしろ。ありがとう。でもここでもう世代交代多分するはずだから、もうテレズの LP はもう持つな。これ証券ためよ。サイドワインダー、いや微妙だけど即死体制。弱点狙ってやっぱりあれだよな、オーバードライブゲージ貯めていくっていうのは全然ありだよ。だから剣、空圧は効かないだろう。ほらね、そうだよな、そりゃそうだよ、ボスだもん。任せてくれ。ってことは体験剣と剣のまた種類が違うんだな。月光でジェームズ、諦めるな、進まない。で、テレズもちょっと生命の水でジェラルド、まだ枯れる、ありがとう。で、今 BP が枯渇してるのはジェームズだけか。エアスクリーン、まあ、ありだな。そうするとやっぱり、まあ、ジェイムだ。覚悟はできたか。十字切りをちょっと軽く出していくか。痛い、やばい、もう2しかない。でディフレクト、まあ、ありはありなのか。ただならぬさっき生命の水、どうぞこれを。助かった。動き、気をつけろ。気をつけろって言われてもな、防御するしかない。ちょ、防御しよう。防御、防御、ペイン、一撃、死ぬ。ちょっとこいつがもうあんまやることがない。ひらめきも期待できないし。しっかりしろ、進まない。狙った獲物は逃さないわ。で、回復ももうないから特にやることない。影見も絶対効かないよな。じゃあちょっと火力出すために日本一で行こう。次の一手は、なんかあんまり弱点がつけないな、この編成だと。ウィンドカッター、これ弱点か。よしよしよし。で、BP こいつまだあり余ってるから。いや、作画がね、マジで強え。1しかない、もう。ただ、蘇らせないと。ありがとう。殴る。で、生命で、ベアはいただく。ありがとう。変よね、使ってくれる。やばしね。あぶねえ。いや、もう攻撃するしかないよ。私の番だ。100の回復量だったら傷薬でいいか。これでアリエスやろう。ちょっといいですね、ここは慎重に行こう。で、月光で、月光でテレーズだったら感電ウィーク、よし、これ行こう。巻き返してガンダーしょうがない。で、生命でテレーズ回復。助かった。死ぬの嫌だな。防御しとこう。とてもリーよし、パリー。我慢比べなら負けんぞ。ちょっと一回もうベア攻撃に回そう。あともうちょいっちゃもうちょいだな。動き、気をつけろ。これ攻めるか。感電と太陽光線だったら、いや待って、月光が打てなくなる。最悪だ。
くそ、ケチロー。116、全然太陽光線の強かったわ。で、攻撃あるのみだな。日本地理行こう。よし、要塞の奪還者。手強い相手だったわ。いや強いわ、やっぱりめっちゃ上がる。そして新しい力ね、霧隠れ。七英雄にあだなす存在であればここで始末しておきたかったが、まさか帝国の力がここまでとは。ご王様、不甲斐ない私を許しください。こたびの働きに対し皇帝陛下より褒美を与える。いえ、要塞の宝箱から十分いただきましたから。なんと抜け目ないな。ビクトルーンが取り戻し、帝国は全盛期の領土を回復した。108年後、年代ジャンプ。ストーリーを進行すると年代が大幅に経過する年代ジャンプが発生することがあります。年代ジャンプが発生すると皇帝は交代し、新しい皇帝を選ぶことになる。またこの世界のどっかに変化が現れるかもしれません。シティシーフ、あの人形のためにさ、やっときたいよね。てかいっぱい選べんじゃん。何選べる？シティシーフか。1、2、3、4、5、6、認可。こいつ帝国重装歩兵ちょっと変わってんな。顔ちょっと変わるの。竜人かフリーファイトマイナス1かって言ったら、ちょっとフリーファイトマイナス1欲しいよな。よし、今回シティシーフ男黒でいこう。証券は結構鍛えてあるからね。証券をまあメインに、まあでも術もな、他上げていきたいからな。アビリティはスティール、近接攻撃命中した時に 15% の確率で敵のアイテムを盗む。めちゃくちゃよくね。パクれんじゃん。じゃあ次の工程はシティシーフでいきましょう。黒よろしく頼む。今無血後歴々の皇帝の力と記憶を。最高な国にしちゃおうぜ。この決め台詞みんな違うのかな。新皇帝就任について、新皇帝としてまず酒場でパーティーを編成しましょう。酒場で仲間にしたキャラクターの装備を整えたり、技道場で技を覚えさせましょうと。でパーティー編成と、これちょっとまあいろいろ仲間にしたりするのに時間かかったりするからな。まあ訓練所とか、開発可能になってるな。こっちがどっちだ、陣形か。フォーメーションの研究をしております。新しい戦法があればぜひご指南ください。なるほど、つまり死ね。この戦闘陣形はフリーファイトの応用です。後衛が攻撃に集中できるよう前衛が盾となる陣形です。この陣形はフリーファイトマイナス1と名付けましょう。マイナス1なんだ。マイナス1ってずっと言ってたわ。陣形見慣れ。なんかある、さらに別にって感じか。
というわけで運河要塞クリアして、新しい工程となりましたので、次回ちょっとパーティー編成を整えたところから、始めたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価していただければ幸いです。